それミカが自分で作ったの？素敵ね。私、飯塚めぐみ、34歳。二人の子供を持つ専業主婦です。でしょ？ワイヤーモードジュエリーって言ってね。この先生の教室に通ってるの。優しそうな先生ね。自宅レッスンなんだけど、すごいお金持ちで、セレブ気分味わえて優雅よ。楽しそうね。子育ての気晴らしに、私も体験レッスンに行ってみることにしました。いらっしゃい。講師の宮田優子です。うわぁ、すごいセレブ。どうぞ。先生のところ猫ちゃんいるんですね。ええ。あ、ちょうど来たわ。おいで、マナ。もともと主人が拾ってきた猫で、私にはあんまり懐かなくて。マナちゃん、おいで。すごい。すごい珍しいわ。この子人見知りなのに。実家でずっと猫飼ってたんです。今は子供に手一杯で飼えないけど。そうなの。いつでも会いに来。もしもし、あなた？ごめんなさい。今教室中なの。ええ、わかったわ。ゆうこ先生、またご主人ですか？ええ、今夜はハンバーグが食べたいって。たまには外食してきてほしいんだけど。奥さんの料理が一番なんですよ。うちは子供がいないせいか、なかなか新婚気分が抜けなくて。ラブラブじゃないですか。もう、からかわないで。さ、教室始めましょう。そうそう、上手よ。優しい先生に素敵な空間。私はこの教室に通うことに決めました。へえ、モードジュエリーね。すっごい素敵な先生なのよ。ご主人ともラブラブでね。今日は主人のリクエストのハンバーグです。おお、ご主人羨ましい。悪かったわね、大皿料理で。ああ、大輝が味噌汁こぼした。ふん、冷めててよかった。素敵なご主人と優雅なディナー。我が家とは正反対で夢のような生活でした。はい、ここはこうしてね。優子先生、いい香り。ああ、主人が結婚記念日にくれた香水なの。いいなー。うちなんて記念日だからご飯炊いといてやったぞですよ。うちなんて覚えてもなかったわよ。まあまあ、皆さんお茶にしましょう。ここの生チョコは高くてめったに食べれないんですよ。そうなの？私なんて食べ飽きちゃって、主人が私が好きだって言ったらこればっかり買ってくるから。猫の餌にもならないから、よかったら持って帰って。猫の餌？あ、うちのガキにはもったいないから食べてこう。そうね。先生も悪気はないんだろうけどね。ふん。マナー、入りたいの？はい、開けてあげ。何してるの？あ、勝手に人の家のドア開けないでよ。すいません、マナが入りたがってたので。どうしたんですか、先生？あ、ごめんなさい、大声出して。でもそこ寝室だから。いえ、私の方こそすいません。気にしないで、今後気をつけてくれればいいから。さっきの先生の表情は、いつもの優しい先生とは違って恐ろしいものでした。よかったわね、みんなの都合があって。あそこのランチの食べ放題、安くて美味しいのよね。優子先生と違って、どうせセレブじゃないからね。先生だって悪気ないのよ。いいじゃん、私たちには私たちなりの楽しみ方があるんだから。そうね、食べ放題なんて楽しみ、先生には経験ないでしょうしね。そうそう。あら、あれ優子先生じゃない？え、ほんとだ、ご主人とかしら。優雅ね。あそこ高いのよ。でもご主人らしき人いないよ。ええー、本当だ。キャンセルでもされたかな。しばらく見てましたが、結局誰も現れませんでした。ほら、しっかり乾かさないと風邪ひくよ。ミカ、どうしたの？昼間は美味しかった。めぐみ、優子先生のブログ見た？え？今日は夫婦でランチ。主人は私の分のパスタまで食べてしまいました。これって？それは先生が昼間一人でランチしていた店でした。なんだか見てはいけないものを見た気分でした。先生、今日香水きついな。先生、昨日ご主人とランチ行ったんですね。ええ、主人の仕事が休みだったから、わざわざお店で待ち合わせしてデートしちゃったの。
羨ましい。嘘に嘘を重ねてくと本人もわからなくなってるようで。結婚記念日に主人がくれたの。結婚記念日香水じゃなかったっけ？し。あ、主人だわ。教室中はダメだって言ってるのに。ちょっと失礼。いえ。近所の人に聞いたんだけど、2年以上旦那さん帰ってきてないって。気づいてた？香水きついのってお酒臭いの隠すためよ。一人が寂しくて飲んじゃうんじゃない？旦那さんからの電話も嘘じゃないの？ちょ！あ！やあね、近所の人誤解してるのよ。実は2年前から大阪に単身赴任中で、めったに帰ってこられないから。そうなんですか。電話も本当よ。ほら、しょっちゅう心配してかけてくるのよ。さっきも大阪に来てくれって。そうだ、明日大阪行くから、めぐみさん、マナの世話お願いしていい？え？だってマナ、あなたに懐いてるし、ね？はい。よかった。これで安心して大阪に行けるわ。マナ、お待たせ。寂しかった。彼女は本当にご主人に会いに大阪へ行ったんでしょうか？そもそも本当にご主人は大阪に住んでるのでしょうか？マナ、ご飯よ。またそこ？ダメよ、怒られるから。勝手に人の家のドア開けないでよ！彼女のどこまでが嘘で、どこまでが本当なのか。お酒臭。何、これ。旦那さんと、他の女の人？ベッドの上には、旦那さんの服が敷き詰められてました。マナと一緒にご主人の匂いに包まれて過ごしてきたんだ。これが彼女の本当でした。本当にありがとう。楽しかったわ。いえ、私もマナと過ごせて楽しかったし、主人もよろしくって。あなた！マナ、久しぶり。どうしたの？仕事は？何度電話しても君はまともに取り合ってくれないから来たんだ。私帰ります。いや、いてもらおう。誰かにいてもらった方が君も嘘をつけないだろう。嘘って何よ。これだよ。僕は大阪にも住んでないし、君とランチもしていない。君の見栄のためにこれ以上付き合いきれない。彼女に子供ができたんだ。頼むから別れてくれ。よくもそんな勝手なこと。私には子供ができないの知ってて。すまない。でも君とはもう無理だ。だったらその猫も連れて行きなさいよ。もともとあなたが拾ってきたんじゃないの。前から言ってるだろう。彼女猫アレルギーだって。子供も生まれるし無理だよ。家も全部あげるから別れてくれ。先生、バカだって思ってるんでしょ？くだらない見え張って。いいえ、先生は本当にご主人のこと愛してたんでしょうね。その気持ちは嘘じゃないでしょう。それを一番わかってるのはマナじゃないですか。ずっと一緒にご主人を待っていたから。マナ、ごめんね。それから先生はご主人と離婚して、実家のある九州へ引っ越すことになりました。向こうでも教室してって声がたくさんかかってるの。大変。そう言って先生はマナと一緒に去っていきました。先生元気かな？向こうでも教室してって声たくさんかかってるって言ってたけど、それも本当かどうかわかんないよね。でもこれは本当っぽいよ。最近仲良し。
動物は嘘をつきませんからね。